世界ボクシング機構、WBO は20日、日本時間21日、最新の世界ランキングを発表した。武井良樹、大橋が王座についているバンタム級、53、5キロ以下、では、那須川天心、帝健が5月度の11位から1つ順位を上げて10位にランクされた。1位の比嘉大悟、四星、7位の堤誠也、門エビ宝石、 は変わらず12位だった増田陸定は13位と一つ順位を下げた。天心は来月20日に両国国技館で WBA 世界同級4位のジョナサン・ロドリゲス米国と転向後、4戦目に臨む。WBO 以外の世界ランクは WBA が7位、WBC13 位となっている。バンタム級は WBA が井上拓磨。 大橋 WBC が中谷潤と MTIBF が西田亮介、虫シと主要4団体の王座を日本人が占めている、定が4団体すべてで世界ランク入りし、東洋太平洋 IBF アジア王者の栗原啓太、一力、も世界ランク入りしており、日本人の層が厚い階級になっている。